木内箱と兵隊さん、これはデンマークのお話です。昔々ある小さな町へ続く道を一人の兵隊さんが歩いていました。兵隊にふさわしく元気よく歩きたいと思ってはいたのですが、実はもうヘトヘト。何しろ長い戦争からやっと帰ってきたところなのですから。ああ、なんて暑いんだろう。喉が焼けつくようだ。兵隊さん、お水をくださいませんか。声をかけたのは一人のおばあさんでした。どっから来たんでしょう。さっきまで誰もいなかったのに。水をくださいな、もう死にそうです。兵隊さんは仕方なく水筒を差し出しました。相手がこんなおばあさんでは断りたくても断れませんもんね。おいしかった。兵隊さん、お水のお礼にこれ取っといてくださいなね。はい。それは火打ち箱でした。そして兵隊さんが火打ち箱を見ている間に、おばあさんはまたどこへともなく消えてしまったのです。変なばあさんだな。おかげで水もなくなっちまった。仕方がないや、一休みしてまた出かけるか。きっとね、火打ち箱だな。くっ、お様様なんかご用で。ものすごく大きな犬が現れました。その大きさばかりじゃありません。見てちょうだい、この目玉。負けるもんか。元気出せ。おいち、おいち。旦那様と呼ぶからには、俺の言いつけは何でも聞くんだろうな。その通りで、旦那様。じゃあ、金を持ってきてくれ。ではまたお呼び場で、旦那様。本物だ。それは本当に宝の火打ち箱でした。あの犬さえ呼べば何でも欲しいものが手に入るのです。兵隊さんはたちまち大金持ちになり、お芝居に行ったり馬車で散歩したり、毎日を楽しく暮らすようになりました。そんなある日。あの石垣の向こうには何があるのかい。やけに大きな屋敷じゃないか。そりゃあお姫様の御殿ですから。お姫様だって。そのお姫様のところへは王様とお妃様以外は誰も入れないようになっているんです。預言者が悪い預言をしたもんで警戒しているんです。悪い予言って。お姫様がただの兵隊と結婚なさるとか言うんでして。そりゃすげえぜ。さあ、それを聞いた兵隊さんはもうお姫様を見たくって見たくってたまりません。あ、そうだ。どの様なんかご用で。お姫様を連れてきてくれ。一目見るだけでいいんだ。犬はピューッと飛んでいったと思うと、もうお姫様を連れて帰ってきました。なんて可愛いんだろう。また明日の晩も来ておくれ。お姫様があんまり可愛かったもんですから、兵隊さんはどうしたってキスせずにはいられなかったんです。ところで、お姫様は翌朝目を覚ますと、夕べ妙な夢を見たように思いました。そこで王様とお妃様にそのことを早速話すことにしました。私夕べ犬の背中に乗せられて行ったら、そこに兵隊さんが待っていてキスをしてくれた夢を見ましたわ。とっても素敵なかった。何兵隊、キスですって。まあ、さあ大変。
たとえ夢の中だって兵隊なんかが大事なお姫様にキスすることが許せましょうか。そこでその晩は女官を一人お姫様のそばにつけて、なぜ姫がそんな夢を見たのか確かめようということになったのです。もう？お待ち！旅館は一生懸命走りに走り抜いて、ついにお姫様の行く先を突き止めたのです。わーん、ただいま。犬はちゃんとその印の意味が分かったのです。そこでどのドアにも同じ印をつけておいたのでした。これでは王様もどうしようもありませんけれども、王様たちはそれで諦めたりはしませんでした。寝てらっしゃいよ。粉を詰めた袋をお姫様に結び、お姫様が通った道に粉がこぼれるようにしたのです。さすが利口な犬もこの粉には気がつきませんでした。入れられてしまいました。さあどうしましょう。明日の朝には公試験になってしまうのです。このポケットにある火打ち箱さえ使えたらな。そうだ、きっとそうなるぞ。兵隊さんは何を思いついたのでしょう。急に元気になりました。よかろう。じゃあね、みなさん、ごきげんよう。バイバーイ。
隊さんの計画はこういうことだったのです。待っててくれよ。行くぞ。お姫様は二人っきりでいつまでも幸せに暮らせることになりました。